辛い戦いを戦った戦士たち、賢治は心を込めて迎えてやりたいと思った。ご苦労さん、怪我なかったか。ご苦労さん、やれやれ、やっと終わってくれたぜ。あーしんど、帰りましょう帰りましょう。誰一人怪我をしているものはなく、いやジャージーはほとんど汚れていず、汗一つかいていないものさえあった。なんてことだ、この子たちは試合内で中投げやりに過ごしたんだ。あー参ったよ本当に。あっ、プリプリ。おい、お前たち。お前たち、俺がどうして怒ってるかまだ分からんのか。試合に負けたからじゃない、どうでもいいやってお前たちの心が許せんからだ。いい加減にしてくんねえかな。はあ、真面目に聞け。お前らがやったことは裏切りだ。いいか、早朝練習に出るお前たちのために毎朝早く起きてご飯を作ってくれたお母さんたち、汚れたジャージを毎日毎日洗ってくれた山崎君、仕事を休んでまで応援に駆けつけてくれた人々、そういう陰で支えてくれた大勢の人々の信頼をお前たちは手ひどく踏みにじったんだ。俺はそのこと言ってるんだ。校長先生、ちょっと来てください。バカ者、前半67点取りながら後半なぜ42点しか取れんのだ。お前たちは後半明らかに手を抜いた。たとえ勝ちが見えていても手を抜くのは相手に対して無礼だ。あれほど言っておいたのは分からんのか。この痛みと一緒に何度も反省するんだ。勝って最高ですか。手を抜かれなかったら一体何点取られてたんでしょう。俺は他人を顧みない優等生よりもお前らのが好きだ。しかし今日のお前ら最低だ。それはラグビーを舐めてるからだ。生きるってことをバカにしてる。今自分がやってることをひたむきにやらないでこの短い人生で一体何ができると思ってんだ。奥さん、もうお帰りになった方がいいですよ。主人はまだ話してますの？ええ、2時間徹底的に子供たちを叩き直すつもりでいるらしいですよ。私待ってます。よく考えてみろ、相手も同じ高校生だ。同じ年、同じ背丈、頭の中だってそう変わらんだろう。それがなんで109対0なんて差がつくんだ。お前らゼロか、ゼロな人間なのか。何をやるのもいい加減にして、一生ゼロのまま終わるのか。それでいいのか。お前らそれでも男か。悔しくないのか。玉だ、脇田、森田、悔しいです。今までは負けんのが当たり前だと思ってたけど、ニヤついてごまかしてたけど、今は悔しいです。ちきしょう、ちきしょう、俺も悔しいです。悔しいよ。くそー。
衆なんて誰でもそう思う。でも思うだけではダメだ。お前たちそれでどうしたいんだ。どうしたいんだ。勝ちたいです。相模一高に勝ちたいです。待て、相模一高たった今100球でも取られた相手だぞ。敵を取りたいです。師匠、一高が何だってんだ。どうだ師匠。一高やめなきゃ。しかしな、一高に勝つためには並大抵の努力じゃ勝てないんだぞ。指令堂を履いて死ぬほどの練習しなきゃならん。はい、やります。誰も助けてくれるわけじゃない。どんなに苦しくても言い訳は聞かないんだぞ。お前たちそれでも勝ちたいか。勝ちたいです。勝ちたいよ。やります。勝ちます。頑張ります。これほどの熱情が一人一人に秘められていようとは、賢治の胸に感動が突き上げた。消える。だから今日の悔しさなきゃ絶対に忘れるなよ。森田、頑張れよ。はい。よし、歯を食いしばれ。いつだ。見ろ、先生の涙に濡れた肩骨を。それは賢治にとって生徒との絆をより深めたいという願いから発した行為であった。これは暴力ではない。もし暴力だと呼ぶものがあれば出るところへ出てもよい。賢治はそう思っていた。生徒たちは目覚めた。賢治が何一つ強制したわけではない。翌日から目の色を変えて猛練習を始めたのである。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、